かだヤシメ、カダやしもくは、甲骨魚類の分類群の一つ。キプリノドンメあるいはキュプリノドンメとも呼ばれる。二羽目十花百九属で構成され、かだヤシグッピーソードテールなど小型の熱帯魚を、中心線13種が所属する。本目はかつて、メダカメと呼ばれていたが、メダカカがダツメに移動されたため、故障がかだヤシメに変更されたという経緯がある。 カダヤシモクに所属する1013種の魚類のうち996種は淡水魚である。南北アメリカ大陸とアフリカ大陸の河川、湖沼に分布する仲間がほとんどで、ごく一部がヨーロッパの地中海沿岸やアジアの水域に散する。日本には在来のカダヤシメ魚類はいないが、カダヤシ、ガンブシアアフィネス及びグッピー、ポアスリアレティキュラータが異乳種として、 全国各地に定着している。退職の性的なりが顕著なグループで、多くの場合オスはメスよりも鮮やかな色彩を持つ。観賞魚やモデル生物として利用される種類も多く、世界各地の水族館や個人のアクアリウムで飼育対象とされるが、生物学の研究材料として長年にわたり貢献した歴史を持つ。本目の魚類は発生の気候や、 成長の過程が多様性に富んでおり、卵の大きさは0.3から3ミリメートルまで幅広く、肺発生の期間は1週間程度から1年を超える、種まで様々である。本目には、肌シか、四つ目ウオカなど、体内受精による繁殖を行う、卵体制の魚類が多数所属する。オスは尻びれのヒレ状が変形した、降雪器を持ち、メスとの交尾に使用する。 卵は、メスの体内で孵化し、稚魚が産出される。トウゴロウイワシメ、ナツメとキンエンで、カダヤシメを含めた3グループの間で、分類体系の変遷を多く重ねてきた。主に骨格上の特徴に基づき、現在のカダヤシメの単系統制は、支持されている。オヒレの骨格は対称性を持ち、公園は平坦があるいは、丸みを帯び、二股に分かれることはない。 1> 第1号義鎖骨は、鱗のような形態をしている。腹期は、通常腹部にあり、持たないものもいる。脱目とは異なり、上顎を突き出すことができる。突き骨、上義鎖骨を持ち、外翼上骨、小翼上骨、頭部を構成する骨の一つを書くことが多い。かだやし木は、アプロケールスア目、カダやしア木の2ア木からなり、重か109属線13種で構成される。 本目の分類は1960年代にグリーンウッドラによって構成された体系を長く、基本とし、当時はキプリのドンカに多数のグループが一つにまとめられていた。1980年代初頭にパレンチがこのキプリのドンカが単系統群ではないことを明らかにし、複数のトガを分割することによって、現在の分類体系の基礎が作られている。アプロケールスアモク。 アプラキロエダイは十六3四属九十三種で構成される。鮮やかな色彩を持つ種類が多く、干渉魚として人気の高い一群である。左右の腹びれの基部は互いに近い位置にある。三個の元エラ骨を持ち、尻びれに対する背びれの位置は前後様々。本アモクには燃料と呼ばれる一群が含まれる。 燃料は雨季に形成された一時的な地層に散乱する。卵は乾燥に耐える厚い重毛膜を持ち、休眠によって寒気を乗り越える。通常は次の雨季に孵化するが、一年以上卵のままでいる場合もある。こうした鮎の生活史は分類上の系統を反映しているわけではなく、独立に獲得される様式であることが示されている。 アプロケールスカアップラキリデイはニ属7種からなり、マダガスカルセーシェルなど、アフリカ東部の東昇地域、及びインドア大陸から東南アジアにかけて分布する。メスの背びれには黒い斑点がある。かつてアプロケールスアモクの魚類は、すべて本家にまとめられていた。現在では、アフリカ大陸に分布するグループを、ノソブランキュースカ、新世界に住む一群を、リウルスカとして分離し、 本家には、アフリカ島諸地域とアジアに生息する少数のグループが含められている。ノソブランキウスカノートブランキーデイカには6族250種が所属し、サハラ砂漠南部から南アフリカにかけてのアフリカ大陸に分布する。オスには3本の赤島が斜めに走行する。リウルスカリベアリデイは28族236種を含み、 フロリダ半島南部から中央アメリカ、アルゼンチン北東部にかけて分布する。多くは全長8センチメートル未満、最大種でも20センチメートルほどの小型魚類で3センチメートルに満たない超小型種も含まれる。多数の未記載種が知られ、分類は今後も拡大するものとみられる。上岐鎖骨は後ろ側頭骨と融合せず、第一号岐鎖骨を書く。 一部に腹びれを書く種類がある。フロリダ半島と西インド諸島に分布するマングローブリウルス、クリプタラビアスマーマータス、以前はリベアラス属に所属を呼び、同族の仲間は正常に機能する卵巣と精巣を同時に有するという、距離あるいは全ての脊椎動物の中でも際立った特徴を有している。一匹の個体の中で体内受精が完了し、 受精卵を産むことができる。本属を独立のクリプタラバイティニアか、残るすべての属を、リウルスアカ、リベアリニーとして、再分類する見解もある。キプリノドンアモク、サイプリナドントウィディンは4乗か7か73属520種で、構成される。腹びれの基部は近接せず、元エラ骨は2個。フンドルス乗かフンドヤロイディアは3か23属85種から、 なる。プロフンデルスカとグデアカは、姉妹軍の関係にあると見られている。プロフンデルスカプリファンドヤリデイは一族5種を含み、中央アメリカの淡水域に分布する。対外受精により繁殖する。グーデアカゴーデーダイワニアカ18族40種で、構成され、北、アメリカ、米国ネバダ州から、メキシコ中西部に分布する。フンデルスカフンドヤリデイは4族50種からなり、 カナダ南東部から床ン半島にかけての低地に分布する。本家の仲間の多くは顕著な公園性を示し、生息域は淡水域から塩分濃度の高い沿岸海域まで広範囲に及ぶ。背びれの基部は尻びれの真上か、やや前にある。バレンキア城かバレンシーディアは一か一族二種で構成される。いずれも男性の魚類である。 バレンキアかバレンスキャディは一族二種からなり、スペイン南東部、イタリア、ギリシャ西部に分布する。主条蛾骨に細長い突起がある。本家の魚類は、地中海周辺の淡水域に分布する。キプリノドン城かサイプリナダンテイデアは一か9族104種を含む。蚊垣市場カと姉妹群を構成すると考えられている。 キプリノドンかサイプリノドンティデイワニアカ9属104種で構成される。アメリカ合衆国、中央アメリカ、南アメリカとアフリカ北部、地中海沿岸地域に分布する。背びれの岸部は尻びれよりも後方にある。体長8センチメートル未満の小型魚類で乱生。カダヤシジョウカポシーリーディアはニカ40属319種で構成される。 四つ目ウオカアナブレパデイはア赤三属十五種を含み、メキシコ南部から南アメリカにかけて分布する。上耳骨、上甲頭骨は眼圏。腹器は胸びれの後端よりも後ろに位置する。背びれの基部は尻びれよりも後方にある。カダヤシカポシーリーデイは3赤十七属三百四種で構成され、アメリカ東部から南アメリカおよび アフリカの低地に分布する。降雪機の有無は様々。胸びれの位置は高い。本家内部の構成はグダティ2000の見解に基づいた変更が近年加えられている。5、おさむき。